いと思うけど、バッドエンドで苦しむあなたを慰める砂漠の一滴、タイガー道場よ。今回は記念すべきラッキーナンバー第7回。なんとシローが私のものになった記念日なのでした。はい、皆さん拍手で迎えて。わーい、おめでとうイリアちゃん。って迎えるか、この悪魔っ子。まったくあなたって子は、前回シローヘル巡りの案内人役ばかりで落ち込んでるって話はどうなったのよ。別に今回はシローが自分で「う」って言ったんだもの。私のせいじゃないわ。それにシローも幸せに決まってるわ。これからは私とセラとリズと4人で仲良く暮らしていくんだもの。言われてみればそこはかとなくパライソ。年端もイカのお姫様に囲われるっていうのも単美でいい感じ。タイガやリンやサクラにはどうあってもできない私だけの特権よ。そういうわけでシロは私と堕落した蜜月を過ごすのでした。まあ早い話ボツになったが、先輩きついっす。それは言わない約束っす。思い上がるなブルマ。あ、こらそこ、一番弟子をいじめない。また逃げられた。どうでもいいけど何者なんだ一体。あ、イリアちゃん大丈夫？あ、気合入ったっす。先輩の言葉はいつも深いっす。なんか師匠以上に信頼関係を築かれているような。ところで弟子1号、よく人形にするとか言うけど、まさかその人形って。タイガー、怪談話は嫌いなの？生き人形の話とかとても好きかしら。それじゃあみんな、今回のタイガー道場はおしまいです。今回も選択肢間違いだから直前に戻ってやり直してね。ああ、ごまかしてる。師匠、弟子の話は聞くべきだと思います。聞かぬ。怖い話と競馬の話は大嫌いでござる。もう大丈夫よ、これはただのぬいぐるみだから。人形に関してはきっと後の話で出てくるから、その時にちゃんと説明してあげる。みんなそれまでは我慢してセイバーやリンに付き合ってね。